ということでですね、白い恋人パークに行くことにしました。宮の沢駅下車で行きました。もう一回ちょっと見てみて、今日休みだと目も当てられないんでね。よいしょ。いろいろ3つ線路がある。東西線、東方線ですね。ちょっとチェックしてみます。大通り、大通り駅ですね。ここから宮の沢っていうところに地下鉄で行きたいと思います。宮の沢駅っていうのがどうやらですね、多分地下鉄の終点なのかなって気がしますね。とにかく今そこまで行って、そこから徒歩7分ぐらいで行ける状況ですので、頑張って行ってみようと思います。皆様、地下鉄をご利用いただきましてありがとうございます。次は宮の沢終点、お入り口は左側に変わります。 The next station is 宮の沢。 This is the last station of this train.まもなく宮の沢終点、お入り口は左側です。開くドア、足元にご注意ください。どなた様もお忘れ物のないように願います。白い恋人パークをご利用の方はこちらでお降りください。札幌宮の沢脳神経外科病院は5番出口出て右です。